はい、皆さんこんにちは。今日は4月発売のトミカの最新情報をチェックしていきます。まずはタカラトミーのホームページだね。新商品情報の4月発売のページだね。2月8日更新になってます。じゃあ早速見ていきます。まず1つ目がナンバー14番の鈴木ジムニーです。これは通常版と初回版でカラーリングが違うんだね。で、通常版の方はこれはイエローなのかな、グリーンなのかな。で、初回特別仕様の方はブルーになってます。ジムニーって言ったら結構人気のある車種だね。で、下の方見ていって、アクションの部分はサスペンションになってます。で、次のところがこれだね、ナンバー28番のイスズサインカーです。これはなかなか面白そうなトミカだね。交通規制実施中って書いてあるから、これは警察車両だね。横のところには警視庁ってこれがプリントされてんのかな。赤色灯もついてていい感じだね。で、下の方を見ていって、アクションの部分はサスペンションと掲示板の回転と上下って書いてあるね。だからこの後ろの部分のこの辺りにギミックが隠されてるんだね。ちょっと楽しみだね。で、下の方を見ていって、トミカワールドの部分はビッグに変形デカパトロールカーです。で、この部分にポリスベースに変形って書いてあるから、パトカーから変形するんだね。ちょっと内容を見ていくとこんな感じになってるんだね。で、ライトが光ったりサイレンが鳴ったりするんだね。で、トミカを最大12台格納って書いてあるね。以前消防版であったファイヤーステーションみたいな、そんな感じなのかな。で、下の方を見ていくとこれだね、バッグに収納ドキドキアスレチックサファリっていうのも出るみたいです。で、この辺にキリンとかワニとかが見えるね。違うページを見ていくと、水浴びゾウさん滑り台っていうのもあるんだね。キリンさんロングシーソー、ここにトミカが映ってるね。で、ライオンマウンテン、これも面白そうだね。で、下の方を見ていくと、トミカギフトセットからは110番警察車両 &DVD セットっていうのも発売されます。で、車種の方はここだね。セット内容、トヨタランドクルーザー現場指揮車 DJ ポリスカーっていうのと、クラウンアスリートパトロールカーとインプレッサ覆面パトロールカーがセットなんだね。で、プラス DVD だね。で、一つずつ写真も出てます。 DJ ポリスカー、この上に人が立てるようになってるのかな。で、クラウンアスリートパトロールカーだね。神奈川県警察って書いてあるね。で、覆面パトロールカーだね。で、下の方を見ていくと、トミカプレミアムも発売になってきます。ナンバー8番の日産シルビアだね。これも結構懐かしい S13 のモデルになるね。ボディカラーは懐かしのツートンカラーだね。下の方を見ていくと、アクションの部分はサスペンションと左右ドアの改変になってます。で、4月の一番の目玉はここだね。ナンバー15番のランボルギーニディアブロ SV です。これは通常版がイエローになってて、発売記念仕様がオレンジだね。このスーパーカーのディアブロは結構人気ありそうだよね。ホイールのデザインもすごくかっこよさそうです。で、下の方を見ていって、このアクションの部分だね。ライトの展開と収納左右ドアの開閉って書いてあるね。だから今まであったようなトミカプレミアムのこのリトラクタブルライトの開閉と左右ドアの開閉もついてるんだね。結構盛りだくさんのアクションだね。このモデルは間違いなく争奪戦になりそうだね。通常版、初回版両方とも手に入れておきたいね。で、下の方を見ていくと、これで以上だね。
それともう一つチェックしておきたいのが、4月発売じゃないけど3月発売のトミカショップオリジナルのトミカ養豚場トラックだね。これが3月1日発売ということで、予約の方が本日2月8日から予約がスタートしてます。ちょっとタカラトミーモールのページもチェックしてみようかな。新商品情報のところを見ていくとこんな感じで出てるね。トミカショップオリジナルのトミカ養豚場トラック在庫ありに今のところなってます。ちょっとここをクリックしてみるとこんな感じだね。角度が違うところで見るとこんな感じになってるんだね。で、下の方を見ていくと発売日が3月1日でまだ今のところ在庫ありになってます。で、この動画を撮影しているのが2月8日の午後になるので、まだ予約が始まったばっかりかな。で、下の方を見ていくと、そうだね、ここに予約する、今のところ予約ができる状態になってます。で、下の方を見ていくとトミカショップのオリジナルトミカについての説明が書いてあるね。イベントアイテム豚運搬トラックのカラー仕様変更って書いてあって、ボディにトミカショップのロゴがあって、海外の養豚場のトラックをイメージしたってなってるね。で、この海外の養豚場をイメージしたっていうのはこの部分のことを言ってるのかな。ドアのところにはピッグファーム豚農場って書いてあるね。後ろの荷台の部分もなんか質感良さそうにブラウンになってるね。で、タカラトミーモールの方ではこのモデルはここに書いてあるね、お一人様3個までとさせていただきますって書いてあります。確か以前タカラトミーの公式ホームページはお一人様1個って書いてたと思うんだけど、タカラトミーモールではこんな感じでお一人様3個までになってます。おそらく人気モデルになるので早めに予約しておきたいね。で、トミカショップが最寄りにある方は発売日の3月1日にお店で買うこともできるよね。で、もう一つチェックしておきたいのが2月発売のこのトミカだね。トミカ武将コレクション2019のいざ関ヶ原への伊達政宗トミカホンダシビックタイプ R だね。このモデルは本日2月8日が発売日になってるね。で、予約の方も結構早くに完売になってたけど、また今販売を再開してるんだね。で、ちょっとページを変えてオムニセブンのページを見てみます。オンラインショップのオムニセブンのページはこんな感じだね。トミカ武将コレクション関ヶ原第1弾の伊達政宗トミカはこのページの下の方を見ていくと、予約の方は打ち切りになってたけど現在販売がされてるね。在庫ありでカートに入れるっていうことで今ボタンが押せるような感じになってます。以前予約ができなかった方は今ここで購入するチャンスだね。オンラインショップのオムニセブンのページをチェックしてみてください。はい、今日は4月発売の最新トミカの情報をチェックしてみました。で、4月の目玉はこのトミカプレミアムのランボルギーニディアブロ SP だね。通常版初回版両方ともかっこよさそうだね。で、ディアブロっていう車種も当然いいんだけど、やっぱりこのリトラクタブルライトの開閉と左右ドアの開閉がダブルでアクションがついてるっていうのが目玉になるかな。で、この左右ドアの開閉がどんな感じに開くかも楽しみだね。トミカプレミアムらしくホイールも細かな作りになってるので、ぜひこれは手に入れたいなと思います。で、通常版の方だね。通常版のところでは Isuzu Scion だね。警察車両っていうのもこれからのタカラトミーさんの一押しなのかな。後ろの部分の掲示板の回転と展開っていうのが楽しみだね。で、根強い人気のジムニーだよね。このモデルもそれぞれ手に入れておきたいね。はい、こんな感じで4月もすごく注目のありそうな車種がたくさんあったね。で、東京オートサロンの方ではこのランボルギーニディアボロ SV のトミカプレミアムのこの2車種が展示されてたみたいだね。オートサロンには行ってないけど映像を見る限りすごくかっこよさそうに見えました。は
い、こんな感じでまた4月発売のトミカの追加写真とかがあったらまたレビューしていこうと思います。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。